9月9日快晴、大気にはまだ夏の匂いがする、君を乗せた海賊船は出航してしまったっていう歌詞があるんですけど、はい、この楽曲で示していた日にまあ新曲も発表されたと、はい、でこの曲のマウンテントップの歌詞に、はい、どうも玄米レコードのティッシュ本インカミです。今回はですね、はい、2022年12月21日に16年ぶりとなるエルレガーデンのニューアルバム The End of Yesterday について語っていきたいと思います。はい、ちなみに私ティッシュ本はトラックメーカー兼 DJ として活動しております、はい、さあインカミさん来ましたね、久しぶりのアルバム。そうですね、待望の。そもそもエルレガーデンとは何者かと軽く概要を説明します、はい、どういったバンドなのか。どういったバンドなのか、はい、1998年に千葉で結成されたと。で2000年代よりインディーズから音楽シーンを席巻し、活動休止中もその存在が伝説的に考証された、まあ、ロックバンドということで、はい、2000年初期ライブキッズたちの心をわしづかみにした楽曲をたくさん生んだと、はい、ボーカルの細見武さんなしには語れないということで、はい、細見武さんについて、圧倒的カリスマ性、英語の発音も日本人離れ、他にもバンドザ・ハイエイタス、モノアイズとしても活動していると、はい、テレビに全く出演していないのに一般層に名前が広まったと、はい、すごいですねこれ。すごいですね。当時はテレビに出ないって珍しいですもんね。確かに情報を得れるのがやっぱ限られてましたからね、それでも出ないっていうのは。エルレガーデンに影響を受けたさまざまなアーティストとして、ワンオクロックのタカさん、テンフィートのタクマさん、バウンディさん、マキシマムザホルモン、ビッシュの千と千尋チッチさん、昨今サッカーのワールドカップで日本代表のキャプテンを務めた吉田麻也さんという方々が影響を受けていると。なるほど。そんなエルレガーデンなんですが、はい、なんと2008年に活動休止しまして、新木場スタジオコーストでのライブをもって活動休止をしたと。活動休止の理由がですね、はい、リーダーのギターを担当している産方さん曰く、はい、バンド活動を続けていく中で新しい作品を作るということに対するモチベーションにメンバー間で差が出てきたため、このまま制作を続けても納得のいく作品を作ることは難しいという結論に至り、はい、話し合いの結果アルバム制作を中断して活動休止することになりましたというふうに経緯を話されていると。なるほど。当時はもうショックでしょうね。そうですね。でその10年後の2018年に突如復活したと、はい、嬉しかったですねこれ。あ、嬉しいですね。ワンオクロックとのツーマンライブで、はい、千葉の ZOZO マリンスタジアムで行われたと、はい、もう足を運びましたね会場に。どうでした？最高でしたね。感動ですよ、感動。うん、秋下さんは近くのショッピングモールから音漏れを聞いてもらうっていうありましたね。運悪くちょっとチケットが入らなかったということで、エルレガーデンテレビ初ライブということで NHK で放送されました、はい、エルレガーデンスペシャルにて金星という曲を披露したと、はい、地上波で特集される番組への出演は、まあ、初だということですよ。レアですよね。さあインカミさん、6枚目のアルバム、はい、The End of Yesterday について語っていきましょうよ、はい、このアルバムはですね全11曲収録されておりまして、はい、ロサンゼルスで、まあ、制作されたということで、はいはい、それはもうファンにとってはすごい待ち望んでいたでしょうね。待望ですね。やっぱ話は出てたけど本当に出るかなみたいな。さあまず1曲目のマウンテントップという曲、はい、こちらですね、先行配信曲として、まあ、リリースされた曲なんですけど、はい、テンフィート、ブラフマン、マキシマムザホルモンという名優たちとの対バンライブ、バンドオブフォー施設コンにて披露したと、はい、告知もなく配信リリースし話題になりました。この曲もいいですね。いいですね。まあ始まりにふさわしい曲ですよね、はい、でこの曲ですね、エルレガーデンの曲にナンバー13という曲があるんですけど、はい、その曲のアンサーソングではないかという、まあ、話題になりまして、はい、でこのナンバー13という曲はどういう曲なのかとちょっと説明します、はい、この曲はですね、冒頭の歌詞が9月9日セフテンバー9って始まる曲なんですけど、はい、活動休止中毎年9月9日になるとファンの間では、まあ、今日はナンバー13の日だとツイッターのトレンドに入るぐらい、まあ、人気曲なんですけど、この歌詞にですね、9月9日快晴、大気にはまだ夏の匂いがする、君を乗せた海賊船は出航してしまったっていう歌詞があるんですけど、はい、この楽曲で示していた日に、まあ、新曲も発表されたと、はい、でこの曲のマウンテントップの歌詞に、俺はサインをして抜け出そうとしている、俺のものだと思っていた海賊船からという、なんと海賊船っていう同じ単語が出てくるんですよね。なるほど。まさかのここに繋がってくると。間違いないですね。うん、マウンテントップはですね、聞けば聞くほどみたいな感じです。おー、ここなるほど。めっちゃ上がるわけじゃない、ローテンポな大人なエルレガーデンというか、はい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 、一曲目にもふさわしいと思いますし、スルメですね僕は。結構聞けば聞くほどいい曲ですもんね、はい、そうですね。まあドーンと構えた感じありますよね、なんか。あ、そうそうそうですね。さあインカミさん、2曲目のブリージングという曲、はい、これあれですね、エルレガーデンっぽくないっすよね。あー、めっちゃどぎも抜かれましたね。引き締まってますよね。なんか、いやかっこいいっすねこれね。かっこいいっすね。疾走感もあって意外性もあって、エルレがこういう曲みたいな、まあ、やっぱイメージとしては静と動みたいな、ジャーンってやる時とアルペジオで緩急のイメージがやっぱ強いんですけど、これも引き締まってるみたいな、筋肉質みたいな曲じゃないですか。結構スタイリッシュ、スタイリッシュ。そうっすね、確かに確かに、無駄がないっすもんね。そうですね、進化って考えると一番これが感じたんじゃないですかね、アルバムトータルで。なるほど。変化と進化みたいな、うんうんうん、いい
方向でしかもかっこよくなっててさらにっていうすごいぶち上がりましたね。やっぱ2曲目でこれ上がりましたね。これは聞いてる人も結構度肝抜かれたっていう印象の人は多いんじゃないですかね、ブリージングは。確かに。さあ続きまして3曲目のダークファンタジー、はい、これ僕一番このアルバムの中で印象残ってる曲かもしれないです。確かに一風変わってますもんね、メロディーのラインも、うん、エルレっぽくないは一番これかもって考えたら、ああ確かにマイナーな暗めな日本のイメージでは童話、うん、なんかそういう不思議なメロディーですよね。そのなんかジブリの映画に流れそうななんか僕雰囲気を感じました。宮崎駿さんがパッと浮かびました、僕はこの曲を聴いて。あれそれタイトルのファンタジーに寄せあれ引っ張られてるだけじゃないですよ、大丈夫ですよねそんなはずはない、そんなはずはないですよね。なんかタイトルも今っぽいですもんね、ダークファンタジーですか。これ多分これワンチャンあれですよ、多分細見さんエルデンリングやってますねこれエルデンリング聞いて書いたんじゃないかなっていう、まあ、説もあるのかなと。どうですか井上さんこれ。いや俺はクリアしたけどティッシモさんクリアせずに売ったんであんまり喋ってほしくないですさあ続きまして4曲目のストロベリーマルガリータ、はい、この曲いいっすね本当に。いいですね、これも先行というかアルバム前に出してくれて、うん、どこか懐かしさのあるメロディーとこう疾走感のあるサウンドがエルレらしいところありますもんね。そうですね、子さんファンからも評判いいんじゃないですかね。これ評判いいと思いますね。これはこれぞエルレって感じで。そうですね、ですねこのストロベリーマルガリータの PV があるんですけど、はいはい、これなんと場所が多分沖縄なんですよね。これああもう街並みもそうですもんね。有名なファーストフード店A&W も出てきますしね、はいはい、5曲目の、はい、ボニー&クライドという曲、はい、これもいいっすね。いいですね。でこのボニーとクライドとは何なのかと、まあ、調べてみましたですね、はい、世界恐慌の最中にアメリカで銀行強盗を繰り返した、まあ、カップルだそうで、はあ、俺たちに明日はないという映画にもなっているそうですよ。おなるほど。続きまして6曲目瓶に入れた手紙、はい、この曲も日本語歌詞でございまして、はい、このアルバムの中で一番リピートしてる曲ですねこれは。あーティッシモさんお気に入りですもんねこの曲。めちゃくちゃいい。やっぱ冒頭のあのメロディーがすごい印象に残るのと、意外となんかエルレのメロディーっぽくないっていうか、あーはい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 、はい、ふわりっていうかリズムが新鮮な感じしましたし、なんかお願いしてる感ありますよね夜空で。あーなるほど、見上げて見上げてかね。エルレの日本語の歌詞の曲ってねめちゃくちゃメロディーいいんですよね、はい、全曲ねなんか呪われてると思うんですよこれ多分呪われてる。ありがたいんですけど日本語詞が来るだけでもなんかメロディーいいのが確定しちゃうみたいな、はい、価値格だと。そうなんですよ、はいはいはい、外さなしさもすごいですよね。そうですよね確かに。聞かせるっていうところでちゃんと伝えるってなるとやっぱメロディーも良くなきゃいけないとか、聞かせるっていうところにすごい力がやっぱ日本史は入ってるのかなって個人的には思っちゃいますね。なるほど。さあ続きまして7曲目のファイアースターターソング、はい、パンキッシュな曲だけど、はい、テンポは速くないし、まあ、重くないんですけど、はい、ダンサブルな感じでもあって、アルバム全体で見ると一番なんかダークな感じがしますね。確かに確かに。エルレ大体1曲ぐらいはそういう一旦マイナーにするみたいな、ちょっと暗い世界に引きずり込むターンみたいな、ちょっとなリフらしいリフあってみたいな、はい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 、はい、の曲かなって。あのサラマンダーとかそういう雰囲気ってやつかね。あー雰囲気ね、雰囲気だけなら、はい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 。さあ8曲目のチーズケーキファクトリー、はい、すごい可愛い曲ですねこれ。なポップななんか世界観で大人の汚れのない感じの曲で聴きやすいですよね。確かにキャッチーなメロディーで、まあ、ついつい口ずさんじゃうような、耳に残るようなフレーズもやっぱ意図して入れてるし、うん。でこの歌詞中に出てくる、はい、ディダラバダっていう謎の言葉があるんですけど、はい、これはどういう意味なのかと調べましたですね、はい、あとスペイン語で一生という意味らしいですよ、はい、なるほどね。そこも含めて可愛いですね、うん、可愛いらしさの。さあ続きまして9曲目の 10AM、はい、これまたノリノリで最高ですねこれ。いいですね、ドライブしながら聞きたいですねこれは。最高ですね、エルレのいいところ出てますね。アルバムの9曲目でまだこういう感じっていう、慣れない曲っていう、はい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 、永遠にループできるんですよね。うんうんうん。さあ続きまして10曲目の、はい、パーフェクトサマー、はい、この曲もこのアルバムではある意味浮いた感じの曲ですよね。あー確かに、なんか打ち込みの感じのクラブっぽいのは、思い切ってるなって思いましたね。なんか挑戦してるような、エルレとして挑戦してるみたいな。うん、このアルバムあれですよね、なんかテーマ夏って感じしませんか。冬ではない、確かに夏っすね。確かに明るいですね。いや思い出したエルレって明るかったんだなみたいな、そういえば確かに今言われると最後の直前のイレブンファイヤークラッカーズは明るくはないんで、かっこいいみたいな、はいはいはい、その時代がその時なんかエモみたいなクールな曲が多い印象だったので、はいはいはい、今回は明るいというよりはあったかい、あったか、なるほど、温かみのある曲が多い気はしますね。うんうん、あれですよね、原点回帰だけじゃなくて。あそうなんですよ、別に原点にはこれね全然戻ってないんですよ。
はちゃめちゃではないですけど、最初ら辺でその悪ガキ感みたいな、そういう明るさじゃなくて年輪を重ねた大人の優しい温かみ、高揚さ、深みが出てるアルバムじゃないかなと思いますね。なるほど。さあ続きましてラスト曲、はい、10曲目のグッドバイロサンゼルス、はい、この曲はその名の通りこの本作をレコーディングしていたロサンゼルスに別れを告げている歌だと、はい、にしてはこちらもノリのいい曲ですよね。この曲もいいですね。いいですね。なんかサビメロで言ったら一番俺好きかもしれないですね、この曲が。あ、なるほど、はい、最高。明るい曲なんですけどちょっとどこか切ないですよね。エモい、これです、エモさ。もうだからもうエモについてはこれで答えが出てます。なるほど。このサビこそエモい。エモさを知りたかったらまずこの曲を聴けと。そうです、教科書ってことで。なるほど、はい、ぜひね、視聴者さんの中でお気に入りだった曲がありましたらコメント欄にぜひ書き込んでください。はい。さあ、インカミさん、このアルバム全体通してどうでしたか？いやー、やっぱ待望の、復活しての待望のエルレのアルバムなので、うん、自分的にはどっちかというと前作めっちゃ好きだったんで、あの、はい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 、独特な暗さ、暗くはないけどかっこよさみたいな、うん、はいはいはい、そうっていうのも全然残ってて、でも温かみもあってみたいな。あとね、ロサンゼルスでやっぱ撮ってるっていうのもあってね、音めっちゃいいっすよね。マジでかっこいい音が。あー、確かにめちゃくちゃ音いい。なんか閉まってる感ありますもんね。閉まってってるし、ギターのザラザラ具合、歪みも超綺麗だし、っていうのでも俺めっちゃ興奮しましたね。あ、なるほど。そこら辺の進化も含めてすごいいいアルバム、かっこいいアルバムだなと思いますね。もっとね、聴いていくともっともっとかっこよくなるような曲も多いと思うんで。なるほど。永遠にリピ確定ですね。聴けば聴くほど良さが出てくると。と思いますね。スルメアルバムですね、これは。スルメです。やっぱ捨て曲ないですもんね。捨て曲ないですね。そこがまた凄さというか、うん、全部際立っているという。すごいですよね。だから細見さん、やっぱそう考えると、じゃあエルレになると絶対歌物ではもう外す曲出さないみたいな。はい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 、はい、やっぱ他になると結構遊んだりするし、そんなに歌に比重がない曲もありはすると思うんですよ。はい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 。チャレンジ精神だったりいろんな。でもやっぱね、分かってくれてますね。エルレガーデンを待ってるリスナーのとを考えてマジで作ってくれてる。はい、相当テクニシャンですね、細見さんは。下ネタですか？気持ちよくしてくれるというか、いい意味でこれだよこれみたいな。そう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 。でも変化してるのもまたそこで刺激ももらえて、うん、いや最高のアルバムですね。ですね。はいはい。それではエルレガーデンのニューアルバム The End of Yesterday について語ってきました。はい。もしこの動画が良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。はい、じゃあね。じゃあね。